ベルリオーズ大助曲、リアオ作品4は、フランスの作曲家、エクトル・ベルリオーズが1831年に作曲した還元楽曲である。なお、本作は、オペラの助曲ではなく、演奏会用の助曲である。オペラ自体は存在しない。ベルリオーズが、シェイクスピアの同盟の悲劇に層を得て作曲したもので、裏切った婚約者、カミリー・ルモークに復讐するため、 ローマを去り、自殺未遂をした後、生活へ回帰できた特に幸福だった時期に、ニースで完成させた。1834年4月9日に、パリ音楽院ホールにおいて、ナルシス・ジェラールの指揮によって行われた。本作は、ベルリオーズの有力な支援者、アルマン・ベルタンに検定されている。本作に見られるような、 いろいろな主題をつなぎ合わせた、表題的ポプリ曲形式の序曲の傾向が、その後、フランツリストに受け継がれ、公共誌へと発展するのである。シュザンヌ・デゥ・マルケによれば、本作の特徴は、長長と短長の間の曖昧さが、アンダンテの性格を持たせ、それがこの序曲の中老の役割を果たしている。絶望的で激しい調子のアレグロは、最初の主題と密接に関連している。 第二主題にとって変わる前に40小節もの非常に長いフレーズが繰り返されることによって際立っている。その展開は一つの理論に従っている。以前に作られた序曲では論理的表現をするまでには至っていなかったが、今やベルリオーズは自分の技法を完全に自らのものにしているということである。ベルリオーズの他の序曲同様、二部構成で各部とも二つの主題を持つ。 本作はベルリオーズにしては、例外的に何の表題も解説もつけていない。しかし少なくとも、リア王、二人の極悪な娘及び高校な末娘、コーディリアの四人の個性を主題にしているということは、できるだろう。特にその女装部に含まれる二つの主要次第の、性格は非常に明確で、壮大な感じのものは、リア王で、 優雅な感じのものはコーディリアを表すものとみなすことができる。リア王の主題はアンダンテノントロッポレントで威厳に満ち、どこかに不安の強調を宿しており、ビオラ、チェロ、コントラバスによって重々しくそうされる。コーディリアの方は美しく優しい覚えがかすかな低減立道の上に、高純な心から発する慰めの言葉を暗示するように推奏される。本作は、 落ちぶれた、リア王と、心優しいコーディリアの一種の対話となっているとも、見られている。集結部では、欺瞞と悪意に満ちた現世を嘆く、リア王が発狂し、荒野を徘徊し、激烈な方向に至る様が描かれる。約12分。ありがとうございます。